はい、皆さん、こんにちは。今日はチャット g p t の便利な使い方。2024年1月に新しく追加された機能をご紹介します。そんなに難しいことではありません。ただし、チャット g p t の有料版に入っている人、それしかできません。なぜかというと、GPTs というカスタムの チャットボットを作れる機能というのが、チャット GPT4 を使えるユーザー、いわゆる課金ユーザーさんが使える GPTs の機能をより便利にできる機能なんです。ただし、ちょっと僕のチャット GPT はおかしいんです。誰かと言うと、皆さんのチャット GPT はこの左の 検索するというところに検索する GPT 図とかいう風になっていて皆さんが作った GPT これを使えるはずなんですが僕のはなぜか OpenAI にも問い合わせしているんですけれども GPT が検索されませんキャッシュをクリアしたりとかブラウザーを全部入れ替えてみたりとか他のブラウザーを使ってみたりとかいろいろするんですが そして問い合わせも何度もやってるんですが、僕のチャット GPT はアップデートしてないんですが、今日の機能はなぜか新機能がついていました。その機能をお話しします。簡単なことです。プロンプトの先頭にマークというのを入れるだけで、こんな便利になります。今アットマーク入れたら、僕の GPT 図がこのように出てきました。 ずーっと下がると大人気のスノー AI の歌詞を作るソフトですね。こういうのも出てきます。そしてこれを押すんです。ただしここに出てくるのはどんなのが出てくるかというと、ここに書いてますね。最近使った GPT、それとですね、ピン止めされた GPT、これが出てきたりするわけです。ですから検索しようにも 一度は使ったことのある GPT それしか出てきませんあえて「素の AI」とこのように押すとですねはい「素の AI」が絞り込まれますよねこのようになってるわけですまたこれを消しますするとこのように出てきます検索というのはちょっと微妙でして今先ほど「素の AI」と スノと AI を続けてした時には一番上のスノースペース AI というのは出てきませんでしたそこまで高度な検索はできないのでスノースペース AI と完全マッチングしないとうまく出てきませんがまあここでこれを選びますすると話している相手というのがスノー AI の歌詞ビルダーだよ ということが、ここに出るようになります。ですから、歌詞を作って、とこのようにすると、Snow AI 専用の歌詞ビルダーが動いてですね、僕の歌詞作りの GPT 図がこのように動くわけです。これは何がいいかというとですね、左のところから選んだりしながらやるとですね、 チャットが別になると話題が続きませんよね。でもここでまたアットマークを押すとですね、このように先ほどと同じ状況が作れるわけです。次は漫画ビルダーを選択します。そうするとまた漫画ビルダーになって、ここで話していた内容も鑑みて続きの話ができるとか、 ソフトによっては連携したい場合がありますよね。そういうような使い方ができるようになったということです。ですからこれは漫画ビルダーですから4コマ漫画作りたいというふうに入れるとですね、突然4コマ漫画の話に変えれるわけです。そして関連ができるのでですね、歌詞の中の内容を使って漫画ビルダーの 話をするというような複合的な使い方ができるようになります今日は難しい話ではありませんでしたアットマークをつけるととっても GPT 検索が便利になりますよというような話ですがアットマークは半角のアットマークだけですそして皆さんご存知でない方のためにお話をしておきます 僕の方では AI 専用のサイトを作っていましてこのようになっているんですがこの中の教習所の g p t 図というところにここに載せてるのは一つぐらい以外は全て無料でですねこのように4コマ漫画の g p t 図であったりとか歌舞伎アニメ風のデザインを作るとかこれなんかは音楽を作ってる人には便利な DAW という音楽制作ソフトメーカーとか種類は全く問いませんそれの最新情報でいろいろわからないことを回答してくれるそういうようなツールですねあとはとことんアニメで音楽系のキャラだけを作るソフトそしてスタンプのクリエイタークレヨン画でかわいい絵を描くようなソフトとかですね たくさんのソフトがあるわけですそしてまだまだもう写真では説明できないほどの量があるのでこのように一番最後のところにはリストとして載せていますまだ載せきれてないものもあるんですけれども随時更新していましてここをクリックしていただくだけですぐにブリューという動画制作のシナリオやデザインを アア、シスタントトしてくれるようなソフトウェアこういうようなものが皆さん無料で使っていただけますただしチャット GPT プラス以上の加入それが条件になりますのでよろしくお願いします今日はご視聴ありがとうございましたまったねー